皆さんご機嫌ですか？どうも、ティーボーです。僕実はね、大学生の時に英語を勉強しておりました。もうね、大学生の頃なんて毎日がハワイ流でファインセンキューでしたよ。そんなある日、友達に言われたことがあります。お前ってさ、英語は読めるけど空気読めないよな。悔しいです。というわけで今回は、世の中に出ているちょっとおかしい不動産の広告に突っ込んでいきたいと思います。This is a pen っていつ使う機会があるんだよって一度でも思ったことがある方、チャンネル登録よろしくお願いします。それではポチッとな。駅徒歩6分。駅地下はやっぱ人気ですよね。6分だったら全然悪くないよね。ウサインボルトなら55秒。ボルトじゃねえよ。何これ、帰宅するたんびにさ、ストップウォッチ持って、今日こそはボルトに買ってやるぜって思いながら全力疾走すんの？やだよ、そんな毎日。あとね、ウサインボルトでも徒歩なら6分だよ。家賃9万6000円のマンション、綺麗そうだね。駅からどれくらいかな？徒歩5年。天竺にたどり着いちゃう。5年あったら小学生も高校生になっちゃう。築5分。出来たてほやほや。でも駅から家帰るまでに築5年経っちゃう。こちらは一軒家、いろんな設備がついてるみたいでいいですね。ドラキュラが一瞬で蒸発する家。どんな家だよ。十字架があちらこちらにあるとか、もしくはニンニク臭い家とか。5万3000円のワンルーム、大学生とかが住みそうな家かな。パワプロで言うと全盛期の松井和夫。いや、どういうことだよ。まあ松井さんの全盛期は打ってよし、守ってよし、走ってよし、すごい選手だったからね。めっちゃパーフェクトな物件ってことかな。でも1964年、バストイレ一緒。松井さんに謝れ。猫と一緒に住みたいな。やっぱペットと一緒に住むってのもいいよね。でもこれペット不可だよ。じゃあなんで飼いた？あー、猫飼いたい。いや、お前の願望じゃねえか。こちらはどんな物件なのかな。やっぱね、字や図だけじゃなくて実際の写真を見て住むとこ決めたいよね。誰か写真撮ってきて。お前が行け。